8番出口を見るときの注意点はこちら。視線を見逃さないこと。視線を見つけたらすぐに引き返すこと。視線が見つからなかったら引き返さないこと。8番出口から外に出ること。5時になったらお家に帰ること。急に小学生の門限じゃねえか。ということでどうも皆さんこんにちはと、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。て、おい、このゲームってもしかして。近頃話題の出口8番ってやつですね。それを言うなら8番出口だろ。出口8番だと文明堂のキャッチフレーズみたいになっちゃうから。カステラ1番出口8番ってそんなことを言いたいんじゃねえよ。霊夢、ゆっくり実況で一番大切なものは何だと思う？ゆっくり実況で大切なもの？変な角度からのネタとか。確かにそれも重要だが、もっと大切なことがあるだろ。流行だよ流行。流行に乗ることが一番大事なんだよ。だからこうして8番出口をやってるわけでしょ。基本的に周りの実況者はもう3ヶ月も前に8番出口の動画を投稿してんだよ。なんだって、改めてどうも皆さんこんにちは。駅構内のおじさんは総じて同じ顔。ゆっくり霊夢です。駅構内にもたくさんの種類のおじさんがいるだろ。大体薄毛だから全員同じ顔に見えるよね。はい、全世界のおじさんを敵に回した。そんな、おじさんがこのくらいで怒るわけないでしょ。うわ、本当に怒ったおじさん出てきた。あれは薄毛じゃねえよバカ野郎。怒り方もおじさんだ。うわ、二人目の怒ったおじさんだ。しかも全く同じ顔。本当に駅構内のおじさんは総じて同じ顔じゃねえか。最近の若者は非常識すぎる。この人も怒り方しっかりおじさんだ。うわ、三人目の怒ったおじさんもいんのかよ。これも背景をオフィスとかにすれば日常にありそうな光景じゃねえか。何回説明すればできるようになるんだよ。今度は嫌な上司系おじさんだった。いや、この流れまだやんのかよって。今度は怒りマークじゃなくてハートマークだ。霊夢ちゃん、編集をサボるなんて悪い子だな。なんちゃって、出張で8番出口に行ってきたよ。観光でも行きたいな。もちろん霊夢ちゃん。ということで早速始めていきましょう。8番出口、今までの動画の中で一番最悪な冒頭だなこれ。で、改めてこのゲームのルールを確認しておくと。いやこれいらねえから。後ろにちゃんとしたルールの説明あったんだから。小学生の門限付きルールは今いらん。5時だったはずの門限が7時になってるだと。異変だ引き返さなきゃ。といった感じに異変があれば引き返す。異変がなければ引き返さない。というスーパーシンプルなルールですね。茶番をいい感じに利用して説明してんじゃねえよ。マリサもノリノリだったくせに。さて、そしてここからがゲームスタートらしいんだけど、異変なしの場合をちゃんと確認してなかったせいで何が異変なのか全くわからねえ。おじさん遠くに夢中になってたせいでとんでもない弊害生じてるじゃねえか。おじさん遠くに花を、さあ稼いましょう。おじさん遠くに花を咲かせるような花咲かじいさんは帰ってくれ。あれ？なんかあそこに人が隠れてるんだけど。あれは紛れもない異変だな。さっさと引き返して次に進もうぜ。いや、でもワンチャンボディーペイントの練習をしてる一般人とかかもしれない。なわけあるか。もし仮にボディーペイントの練習をしてる一般人だったとして、そいつはもう疑いの余地なく不審者だから引き返せ。それかカメレオンの気持ちを味わってるだけのただの一般人かもしれない。ちょっとカメレオンって切れたら二足歩行で脱出してくんのかよ。知らなかった。バカみたいなこと言ってねえで早く逃げろ。他の下と言っても私にはとっておきの必殺技があるからどうってことないんだよな。必殺おじさんガード。あのおじさんクソほど役に立たなかったんだけど。痛いのは怖いからやめてください。あのおっさんスマホ見てるふりしてこっちは見て見ぬふりかよ白状ものに相手。ふう、今のが8番出口の恐ろしさか。どっちかというとお前のプレイングの恐ろしさだったわ。うますぎるって。下手すぎるんだわ。あれ待って、ここのタバコって青かったっけ。いや、タバコが青いわけねえな。引き返そう。これ異変が何もない通常の状態を知らないせいで何が異変かマジでわからないじゃん。この通路何がどうなってんだ。本当にお前8番出口のルール理解してんの。あたぼうよ。異変があったら引き返して、異変がなければ引き返さないんでしょ。何が異変なのかがわからないんだけどね。異変は異変であると見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。ひろゆきの名言みたいなの出てきた。まあまあ、普通にやっていけば何が異変かもきっとわかるでしょうということで。異変来るな。あ、こいつ全く異変さが好きないわ。なんくるないさ。でか今思ったんだけど、0から8までずっと異変なしだったら一度も引き返さずにゴールできるじゃん。私ってもしかして天才。いや、お前一度も引き返さずにゴールしろよ。お前がやれやこのクソバナナ。なんでそうなるんだよ。で、今回は見たところ異変はなさそうかな。急に実況に戻ってて草。ゆっくり実況あるある。とりあえずなんとかで腐って言っとけばなんとかなる。いや、これはなーんだ。なんとはなる。一番だー。一番でこんなに喜んでる人初めて見た。この看板の数字が一番になってるということは、さっきの通路が異変なしということで当たってたみたいだね。この調子でガンガン進んでいきたいな。っていうか、アナルを表現するために使われるアスタリスクの気持ちを考えたことあんのかよ。ポムポムプリンのアナルもアスタリスクなんだから別にそのくらいは許してくれよ。ポムポムプリンのアナルもアスタリスクならまあいっか。よかった、許された。っていうか、ポムポムプリンってサンリオのキャラクターなのにアナルがチャームポイントになってるの、よくよく考えたらすごすぎるな。あれはアナルじゃなくてお尻の印って言うんだぞ。ポムポムプリンアナルヤプオッ。いや、自分でアナルって言っちゃってどうすんの。おい霊夢、この通路は異変ありそうだったのか。出現を指摘された途端とんでもない勢いで実況にシフトした。おい霊夢、この通路は異変ありそうだったのか。はいはい、異変はなさそうだったから引き返さずに進んでみてるよ。おい霊夢、この通路は異変ありそうだったのか。看板の数字が2番になってるから異変なしで当たってたみたいだよ。おい霊夢マリサ壊れちゃった。3つ目の通路もこの調子で行こうぜ。よかった、治った。さて、それではここの通路もしっかり確認していこうか。ちなみに私は撮影前のテストプレイで100時間ほどプレイしたんだが、ここまで来たのは初めてなんだぜ。それもう8番出口やめた方がいいよ。て、あれ？
なんかおっさんでかくない？いや、おっさんがでかいとかそんなことあるわけないだろ。頭湧いてんのか。マリサが100時間プレイしてもクリアできなかった理由これだな、と。やっぱりおじさんが大きくなってたのは当たりだったみたいで、見事3番に到達ですね。あのおじさんはドラゴンボールで身長伸ばしてもらったのかな。言論に身長を伸ばしてもらおうとするのは映画ドラゴンボールスーパーブロリーに出てきた時のフリーザくらいでしょ。あ、それともセノビックの過剰摂取か。なんでそんなにおじさんが身長伸ばした方法気になってんの？おい、これ見てみろよ。昔はよく教科書とかにこんな感じに落書きをして遊んでたよな。地元にちょびひげ描き足したりね。ははははは、クソガキだなお前。一発殴らせてくれ。でも身長を伸ばすものといえば他にも背伸びるやマックス GPC アルファ。おじさんの身長に興味津々な人は置いといて。ポスターの異変により無事に4番目の通路に来ることができましたね。おい、ちょっと待てよ。お前がセリフをかぶせてきたせいで一つ目のキーワードが聞こえなくなってたじゃねえか。いや、番組の途中で発表されるキーワードを集めて豪華景品をゲットしようの企画勝手に始めないで。ちなみに一つ目のキーワードはこれでした。なんだこの壁画とかに書かれてそうな意味不明な文字は。ぜひ最後まで動画を見て全部のキーワードを集めてくれよな。読めないキーワードは集めることができません。さて、そしてこの通路は特に目立った異変がなさそうだぜ。それさらっと言ってるけど意味不明な文字をど真ん中にデカデカと映してたせいで途中ほぼ画面見えなくなってたからね。そろそろ視聴者が切れそうだよ。申し訳ございませんでした。意味不明な字幕で謝罪すな。で、その謝罪の裏ではちらっと5番の看板が見えてましたね。そろそろ振り出しに戻されるのが怖いくらいの番号になってきたな。ということで、ここからは集中していきたいと思います。全集中、編集の呼吸8の方、全カットしね。さすがにこれをやると登録者が0人になりかねないので真面目にやります。今更もう遅いんだぜ。エイプリルフールとかによく流れてくるクソコラやめろ。っていうかやばい、このゲーム異変があるときはその異変に関してリアクションをすればいいんだけど、異変がない場合は間の繋ぎ方がわからねえ。それは大ピンチじゃねえか。あ、そうだ、二つ目のキーワード発表するか。それは実況者としてどうなんですか。二つ目のキーワードは小文字の G。 話を聞けよってか、なんでこんなにぐちゃぐちゃなの。文字認証の画像から文字取ってきた。私はロボットではありません。そんなことより6番ですよ。6番、英語で言ったら C-X だね。これは小学生に嘲笑されるくだらなさ。ってちょっと誰かいるんですけど。ザ・タッチかな。それはちょっとそんなこと言ってる場合じゃねえ。そうだな、まずは挨拶をしないといけないよな。挨拶は基本中の基本だからね。こんにちは。あなたは今幸せですか。逃げろ。なんでこんなところに宗教勧誘がいるんだよ。あれは二人同時に追い返さないと永遠に勧誘してくるタイプの宗教勧誘だね。なんだそれ、初めて聞いたぞ。でもわかりやすい異変で助かった。これで看板の数字を7まで進めることができたな。この通路をクリアできたらようやく8番だね。俺、8番出口から出られたらコーラをたくさん飲むんだ。デブの死亡フラグかな。いや、デブは死なないから。デブを不死身かなんかだと思ってる人。そんなことよりおじさんが分身してるんですけど、これは異変ですか。多分だけどお前の目に異変があるだけだな。本当におじさんが分身してると思っておじさんを確認した人、騙されちゃって悔しいね。視聴者に射殺されろ。よし、実際はおじさんも分身してないし、それ以外の異変もなさそうだったね。ってことでここを進めば8番だ。ちょっとプレイ中の私、そんなに急がなくてもコーラは逃げないんだから、もっとゆっくり8番の看板を映しなさい。あれ、8番まで来たら出口なんじゃないですか。ところがどっこい、もう一つ通路がありました。指揮所、8番の看板の先には8番の出口があるもんだとばかり思ってた。世の中を甘く見すぎだろ、現実見ろ。そんなに言う必要ある。でもまあここまで来て0番に戻ったらまた0番から編集をしなければならないので、私のメンタルは崩壊します。なので死ぬ気で祈ります。0番こいで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 0番。お前は私のメンタルを壊したいのか。この出口が来たかどうかはわからないだろ。出口来たって言ってないから。よっしゃ、実績も出てきて、これで8番出口クリアだね。にしてもかなり早く8番出口から出ることができたんじゃないか。わかりやすい異変なこともあって開始から20分くらいで脱出できちゃって、正直自分でもびっくりしてるよ。ちなみにまだ見ていない異変が20数個あるみたいだが、どうするんだ。でもクリア目安としては15分から60分って書いてあったから、適切な時間でクリアできたってことにはなるね。他のゆっくり実況者は全異変回収動画を作成してる人も多いけど、お前は他の異変をどうするんだ。よし、それじゃあ無事に脱出できたことだし、コーラを買って家に帰ろうか。タックロールも終わって画面が真っ白になったけど、他の異変はどうするんだ。やっぱコーラじゃなくてコーヒー流入にしようかな。何を飲むかはクソどうでもいいんだけど、他の異変はどうするの。ってことで今回はここら辺で終わりにしようか。また校内に戻ってきて異変があと27個残ってることがバレたけど、この27個の異変はどうするの。この動画が面白かったって方はチャンネル登録高評価などお願いします。もうしね。それではご視聴ありがとうございました。